ジェイコブ、ジェイク・カスダンはアメリカ合衆国の映画監督、俳優。映画監督のローレンス・カスダンは父。シンガーソングライターのイナラ・ジョージは妻。1974年にローレンス・カスダンと妻、メグの息子として世俗的なユダヤ人家庭に生まれる。両親は映画監督、脚本家として活動しており、ジェイクと弟ジョナサン・カスダンも 同様に映画業界へ進み、監督、脚本家、俳優として活動している。子供の頃には、父の映画、再会の時、シルバラードに出演している。1998年に、サスペンス映画、ゼロエフェクトで監督デビュー。数本の映画監督を務めたほか、ジャド・アパトーと共にテレビシリーズ、フリークス学園では、プロデューサーと数エピソードを手掛け、 アンディクレドでは監督を務めた。また舞台でも監督を多数務めている。2002年にはジャック・ブラック、コリン・ハンクス主演のコメディ、オレンジ・カウンティを監督。2006年のザ・ティービー・セットではデイビッド・ドゥ・カブニー、シガニー・ウィーバーを主演に迎え、高い評価を得た。2007年にはウォーク・ハード・ロックへの会談が公開された。2015年に ロブロー主演のテレビシリーズザ・グラインダーの監督を務めた映画テレビシリーズありがとうございます。